ウェザーニュースキャスターの高山奈々です。6月17日金曜日の全国のお天気をお伝えします。引き続き梅雨前線が停滞する南西諸島では雨の降りやすい天気となります。強まる雨や雷雨にもご注意ください。道路冠水や河川用水路の増水となる恐れもあります。また北日本は変わりやすい天気となります。日差しが届いても雨の降る可能性もあります。ざっと強まる雨や雷雨などにもお気をつけください。その他西日本や東日本方面では雲が広がることもありますが日差しも届きます。昼間は気温が上がり30度前後まで上がるところも多くなります。湿度も高いため熱中症対策や紫外線対策も欠かせません。お天気アプリウェザーニュースでは最新の気象情報を確認することができます。ぜひご活用ください。